これがですね、あっちがここ廊下側ですね。廊下側に関しては、これ木枠わざわざ作ろうかが微妙なところですね。これ木枠を作って中出してもいいけれども、どうしようかな。これまんまボンドでつけてもいいんだよね。わざわざ枠をつけて前に出さなくてもいいよ、網戸だから。うん、であとは、ここエアコンがつく予定なので、どうしようかな。とりあえずこっち側ですね。ここにもう一個オーニングで隠れてるんだけど、あっち側だけにしようかなと思いますね。こっち側にはちょっと、エアコンをつけるので予定ではいるので、まあ何もしないという感じかな、感じです。まあ奥2つですね、そこだけちょっと網戸で、これボンド付けでいいと思うんですよね。ボンドで一旦これオーニングのやつも剥がして、でオーニングをちょっと、おっ、来た、奥もだ。オーニングをちょっと前出そうかなって感じですね。ですね、オーニングはどうしようかね。これケーカル板だから、ケーカル板に打てないんですよね。多分桁がここら辺にあると思うので、オーニングを貼るやつはここにやって、でも穴開けたくないんだよな。多分ここに網戸とか打っちゃえば、その網戸の上から網戸タッカーでも、あれだ、タッカーとかボンドで止めた後にもう一回グリグリグリってやっちゃえばいいんで、とりあえずそうしますか。あんまり金を継ぎやすくもしょうがない。逆にその枠の隙間、枠を作ったら枠がいいんだけども、枠の隙間を埋めなくちゃいけないっていう作業も入ってくるんで、それもまためんどくさいんですね。あと枠切るのもめんどくさいし。あー、でもまあいいか。あ、とりあえず網戸でやりますから、まあ、それ網戸を、枠が必要だったら枠を作ります。まあ、奥1個だけやってきますね。はい、よろしくです。今ちょっと草刈り機の運転ですね。残った燃料を回し切って、じゃないと定期的にエンジンかけないと、エンジンダメになっちゃうんで、草刈り機の。ということで、まあ、この、うるさいけども、はい、じゃあちょっと網戸作っていきます。で、網戸に関してこれは、ダイニングルームのところですね。あそこにですね、エアコンのなんか管があるんですよ、真空管とか室外機につながってる。いやー、だからこれは、あ、ここはちょっと網戸は来年作るとして、来年網戸はですね、これ半分半分ですね。なんでかって言ったら、網戸のここなんか、ね、鉄トタンとかまで食い込んでるからさ、この鉄トタンのところまで作れるのかっていうのは、作るのが、寸法を測って作るのがめんどくさいっていうことなんで、こっち側の扉はもう閉めっぱなしにして、網戸をここに、ここの木枠を作って片方だけを開くようにできればなと思います。でちなみにあっちはもういいや、とりあえずあそこね、屋根がねせり出してるんだよね。だから結構なんかね、むちゃくちゃなわけよな。屋根がせり出してて、あれだ、屋根がせり出してて、ちょっと窓を閉めたら閉めっぱでいいから、とりあえずこことここが動くように枠を作って、網戸になればいいかなっていう感じです。はい、でこれ2箇所目、ここはウッドデッキのとこですね。でウッドデッキのこの渡り廊下ですね。で渡り廊下のところも、ここももう開けっぱなしにできればすげえ涼しいんですよね。なんでここも網戸を入れる格子っていうか枠を打ってはいきたいですけど、あー、まあ外はきついっすね。やっぱり外枠をつけるときはかなり出っ張っちゃうんで、あー、まあここも同じように、ここ片側、内側のね扉だけを動かせるようにしていきます。これも片方ずつの片枠でやっていきますね。はい、今年はまあできるところまでやろうかなと思うんですけど、予算的に厳しいですね。なのでまあ
一応4月から10月まで、10月末まで、まあ、みかんのバイト行くまでは働かねえよっていうふうに決めてるから働かないけれども、まあね、一応ちょいちょい、小銭稼ぎとかはやってますね。もうドンプセドリやってたし、FX はやってたし、まあ、両方それを始めてて、まあ、それなりにね、小銭っていうの入ってくるから、まあ、10月末までは持ちそうです。で、あとはね、夏がクソ暑すぎるんで、まあ、まだまだちょいちょい、できるところまでやります。で、来年に関してはちょっと休業しようかなっていうのも一旦ありますね。ちょっともう一軒ちゃんとした建物を買おうかなっていうのがあるので、それを優先しようかなっていう感じです。まあ確定はしてません。まあそんな感じですね。そんな感じで今日は終わります。ではでは。